けで今の時間がですね、何時だ、じゃあ1時14分14分ですよ。何してるんですか。14分なんですけどアメニティフォーラム滋賀県福祉の祭典にやってまいりましたが、なんとですね、八ヶ岳名水会の理事長の長田さんがお誕生日、ありがとうございます。年齢も言っちゃいます、ね、50になりました。おめでとうございます。佐賀県の福祉の、はい、よくわかんないけど通り抜けてきましたが、まあアメニティの良さってやっぱこういうとこだと思うんですよね。あの八ヶ岳名水会さんは何県なんですか。山梨県なんですよ。僕千葉県でしょ。今走り抜けた方は SAGA さん。こうやってこう全国の仲間とつながれるとか語れる、ね、これがまた本当アメニティの良さかなっていうふうに思います。長田さんの誕生日取ろうって言ったのに関係ない話。お祝いしてもらってないですね。おめでとうございます。ますますのね、活躍もね。はい、ぜひ山梨県に行ったら八ヶ岳名水会に来てください。そして長田さんに誕生日プレゼントをお願いします。というわけで今日はおしまい、さよなら。